こんにちは。サブチャンにご連絡いただきありがとうございます。10月31日のマック堺主催無料のエアガン競技体験会をやりますというやつの細かい内容についてお話します。10月31日日曜日、ホビーショップフロンティアス本店2階にて12時から15時無料で体験会を行います。やることは、ハイキャパ使ってスティールチャレンジラウンドはアバウトをワンバガジン打っていただく、あるいは、それと2個できるんですよ。もう1個が APS の競技銃を使って APS のブルーザイ、はい、打っていただくというやつです。それの流れについてね、簡単に紹介します。で、基本的には手ぶらで来ていただいてください。で、無料です。で、シューティンググラスかメガネをつけてください。で、その室内では必ずアイウェアをしてください。打たなくてもしてくださいというのが1個。で、マスクは必ずしていただいて、入り口でアルコール消毒をしていただくと。はい。で、アイウェアについてはね、おかします。裸眼の方は。ただ、やっぱり曇りやすかったりすることもあるので、まあ、できれば自分で用意した方がより快適に楽しめるかなという感じです。で、まあ、基本的には持ち込みで鉄砲を打ってっていうのではなくて、お貸しするので、まあ、それで遊んでいただくという感じですね。まず、じゃあ、ラウンドアバウトの方から紹介しましょうか。まあ、ハイキャパ、14R か、ハイキャパか、なんか、グロックかなんかね、用意しておきますので、ワンマガジン、打っていただくと。で、まあ、ホルスター使ってもいいですけど、まあ、基本的にはタイマーも使わないで、マガジンをお渡しするので、銃口はターゲット方向のみで、トリガーフィンガーを離しておいて、という感じですね。で、まあ、細かいことを言えばね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、体験会なんで、そこら辺はね、多少は、多めにというかね、はい。で、マガジンをお渡しするので、マガジンを入れて、引いていただいて、安全装置をかける。で、指 は外したまま、銃口前で。これ、まあ、これでスタンバイにしましょうかね。で、合図するので、合図したら、撃っていただくと。これが最後ですね。順番は何でもいいです。で、撃って当てて、でもし、外しましたと。外しました、当たるまで、撃ってくださいと。で、横2枚2枚撃って、で、最後に、ストップ。で、これで、まあ、一応、ワンストリングになるので、まあ、それでタイマー使っていただいてもいいし、使わなくてもいいですよ。で、また、Are you ready? スタンバイ。で、ブザーがブブーとなる。あるいは私がゴーっていうのを、そしたらまた打つと。で、まあ、全部弾打ち終わった後もホールドオープンするので、まあ、そのまま置いていただいてもいいし、まあ、ハンマーダウンでね、そこを置いていただくっていうのが一つの流れです。ワンマガジン打っていただいていいです。で、もう一個が、APS カップのブルーズアイ。こちらの方は、私安全指導員の資格を持っているので、18歳未満、18歳以上に関わらず、打てます。それでこれを使うといつものやつですね。はい。これ5メートルから2分間に5発当たってっていうのを2回繰り返すと。で、弾ね、これ6発しか入れないんですよ。で、まあ、おかするのはね、私の愛銃ではなくて普通の、APS-3 になると思います。前ね、おかしてたら、まあ、いろいろ、ね、扱いの洗い方がいらっしゃるので、ちょっと壊れちゃったりしたんで、まあ、これは、おかしはできないんですけど、基本的に流れは一緒です。弾入れとくので、入れて、銃口カバーしてるとね、APS の3、APS の場合は大丈夫なので、まあ、とりあえずこの姿勢で行きましょうか。で、まあ、安全装置、今、はい、外して、で、安全装置がね、外れてないと、これコッキングできないんですよ。で、安全装置をまず外して、上の部分をカチッというまで上げると。で、次に、ここね、これがね、下げづらいやつがあるんですよ。ここを、起点にして、こうやれば、あるいは、ここね。あと、こう、ロックは外れるので、最後までやって、で、戻すと。で、銃口の向きはまっすぐ向こう側で、トリガーは指は外しといてください。それで、前を戻すと。で、あとはもう引き金を引けば出ますんで、まあ、5メートル先の、今の的を撃つと。で、これ10発撃っていただいて、まあ、これがブルーズアイだなっていうのを見ていただくっていうのが趣旨でございます。だからまあ、ワンマガジンハイキャパ30発と、まあ、APS、途中でね、休弾しないといけないんで、まあ10発打つと。まあなんで、まあ5分ぐらいですかね。はい。でまあ、今の、まあ、簡単なやり方についてはね、私が直接お教えしますんで、特に
あの、お手伝いの方とかは、今回は、なしで、私だけで行きますんで、あの、まあ、そんなに来ないでしょ。で、まあ、割とゆっくりしていた、ゆっくりじゃなくて、まあ、5分10分して、あの、見学とか基本的になしなんで、あの、まあ、待ってる間もちろん、あ、こういう感じなんだって見ていただいてもいいですけど、あの、滞在していただいて、こう、見て、ワイワイ話するっていうのではなくて、基本的にはあまり、このご時世なんでね、あんまりお話は申し訳ないですけど、しないで、まあ、こう、体験していただいてという感じです。で、マック堺レビ済み商品がね、あの、別フロアで売ってますんで、まあ、もし気になる方はね、買っていただいてという感じですね。まあ、無料でやっているイベントなんでね、あ、まあ、ちょっとは役に立ったなと思ったら、なんか BB 弾の一袋でも買っていただいたら、ちょっとありがたいかなという感じですね。はい。というわけで、10月31日日曜日、久しぶりですね。毎月やってたイベントなんですけど、このご時世でしばらくね、やってなかったんで、あの、やってますという感じです。あと、マック堺にブルザイマッチっていうのもやってますので、東京までね、ちょっと来るのが、っていう方も多数いらっしゃると思うので、まあ、APS のブルーズアイちょっと体験したいという方はね、あの、オンラインでやっているイベントもありますので、そちらもご検討いただければと思います。はい。というわけで、マック堺の、無料体験会とマック堺のブルーズアイマッチについてね、改めて紹介してみました。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴ありがとうございました。